どうも、名古屋の塾講師チャンネルをご覧の皆さん、どうもこんにちは、塾長の井上です。どうも。今日はですね、以前宮本算数教室の計算ブロックっていうのを紹介させていただいたんですけども、今回はこちら天秤っていうものを紹介させていただきたいと思います。ですね、僕らの塾でも、まあ、計算ブロックみたいな問題っていうのはすごくいいなって思ってるんですけども、ただこの天秤初級とか中級とかの問題もすごく良かったりとかします。なんでかっていう理由はですね、先ほどあの動画をね見ていただいた方で飛んできた方は分かるかと思うんですけども、まあ、継続力とか、まあ、試行錯誤とか思考能力とかいろんな算数数学に必要な力っていうのも計算ブロックの中に入ってるんですよ。だからこれを育ててあげると土台ができるんで、あとは知識を入れるだけ、勉強方法を作るだけっていう形になるんですけど、さらにね、算数数学には必要な能力もあって、天秤っていうものは実は推理する力、例えば規則性の問題もそうです、まあ、この天秤っていうのも実は中学受験の問題でも出てくるんですよ。でそういった力も実は必要で、ね、例えばですね、応用の話で言っていくと、空間図形の、まあ、切断面とかこういったものも推理推測になってくるので、なのでこういった規則性の問題とかに慣れておくと、なんとね、規則性の問題とかはものすごく中学受験好きなんですよ。だから土台を作る、まあこれ5年生6年生の時にやって中学受験やるっていうのはまたちょっと話は違いますけど、小学校1年生4年生ぐらいの子、まあ5年生でもやってもまあいいかなぐらいの子は、ぜひね、あの隙間ある時間の時にやってもらえればいいかなと思います。でこれもあの宮本算数教室のね、あの計算ブロックの時にもお話しさせていただいたんですけども、練習をしたらまず本人が答えを見て答え合わせするんじゃなくて、必ず保護者の方が答え合わせをして、で大丈夫だったらじゃあ答え合わせしてねって言って子供に渡すこと、親が丸付けをしちゃダメ、絶対にダメ、そして子供も何も見ずに答え合わせしちゃダメ、そしたらああ間違ってるって言って書き込むだけなんで、赤で書くだけなんで、もう何にも意味ない、そんなね考えててね捨ててるだけ、ね、ページがめくればいいっていう勉強になっちゃうんで、絶対それはダメです。いいですか、ぜひこれおすすめなんで見てください、ね、教材売ってるんで、決してタブレットとかはまあ僕はおすすめしないです。教材を買ってください。いいですか。またよろしければね、あのチャンネル登録と高評価をお願いします。いろんな教材も紹介していきたいなと思ってます。以上です。